ど、SNS とかいろんなところとか、もっとプレゼントとかね、うん、僕の例えば本を読んだりとか、うんうん、卒業生で あらせられる小鈴さんをいろいろ知ってるわけでしょはい、はい、なんで私を選んだのかっていうので、私もその好きだけど別に付き合いたいとか思ってなかったんですよ。おー、手に入らない距離。まあいいや、聞こう聞こう、そしてだから、うん、これで言っちゃいましたね。私ファンなんですって言っちゃったんですよ。言っちゃった、言っちゃいました。これ良くないですよ。そして、ね、なんかだいぶやばかったなとか。やばかった。そして、ちょちょ聞きたいそれ。だってファンが付き合えるって一番いいじゃん。そのなんていうの、これ見てる人にしろ、世の中のこの、まあ、この記事を読む人にしろ、はい、ファンが近づいて付き合ったって最高じゃない？みんなは憧れるじゃん。でも それの夢を達成した人はここにいるわけじゃん。そう、だからむしろ教えてくれって感じ。全然わかんないんですよね。いや、わかるわかる、わかるから聞かせてちょっと。いや、だから何回かあったんでしょ。2回目に告白された。なんかその向こうから付き合おう。それ見た目をすごい気にして行ったでしょ、もちろん。あ、まあそれは気にしますよ。そして気にします、気にします。なんかそのなんだろう、だってそう、彼の動画いっぱい見てるわけでしょ。そうです、そうです。どんな好みかとか、どんな返しが効くかとか、いろいろ知ってるわけでしょ。いや、それはね、まあ水曜どうでしょうみたいな感じだから、全然その人についてはわからない。いや、わかりますよ、愛知県出身だとか。僕は知ってますよ、藤村 D のことは。いや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 、はい、だからね、そのアンカリングは最低だったと思いました。ちょっと待って待って、今話をそらそうとしてるでしょ。今すごい重要なことかもしれないですよ。だってこれ、モテる人をどうやって落とすかっていうの話になると、うん、今小鈴ラビさんは、はい、モテる男性をファンから獲得して結婚してるわけですよ。はい。でも多分モテなかったんだと思うんですよね。また話変えてきたよ。モテるって話だったじゃん。いや、その時はモテてた。そう、だからその時は重要だったって。そう、その時はモテてた。その時結婚決めたんでしょ。そうおかしいじゃん、ね、なんで。だからそこを博士に解説してもらう。だからちょっといろいろ聞かないと分かんない。いや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 、そうなんですよ。じゃあ最初はそのまあ、ファンみたいなのになっていけない。そう、ファンは良くないね。対等もしくはちょい上から行けと。うん、そう、ね、ちょい上からっていうのは何だろうな、うん、会ってくれるというか、例えばすごい古い例しか知らないんですよね。知らないけど、古い例とは、あのすごい古いですよ。あの木村拓哉が、はい、木村拓哉知ってますよ。誰と結婚しましたっけ。工藤静香。この古い例ですよ。なんか工藤静香の運転し、はい、誰、運転手がいて、はい、運転手だったかな、いや運転してる人がいて、でその後部座席に、はい、木村拓哉と工藤静香がいて、すごいんですよこの人は、みたいな憧れなんですよ。工藤静香のことをめっちゃ好きだったってことですか。憧れてた、憧れの先輩。そう、好きというよりも憧れです。あるじゃん、そのなんかあの先輩、憧れの先輩と結婚するみたいな感じです。工藤静香さんのことをもう元々好きだった。好きじゃないんですよ、憧れなんです。憧れるって分かりますか。例えば何だろうな、いろんなドラマとかいろんな芸能界でね、いろんなところをくぐり抜けてきたっていうね。だから あの入りが一番いいんですよね。へ、うん、あ、でもちょっと分かりやすかったですね。分かりやすかった、古いですよ。例えばでもこれ難しくないですか。だって私、自分の工藤静香にならなきゃいけないってことですよね。でもそれは例えば周りの人が褒めるところから始まってもいいんですよ、うん、忙しくてなかなか会ってもらえないみたいな。じゃあそのモテる人を好きになっちゃったら、とにかく自分の価値を高めるために何か努力をするとか、そういうこと。あのね、例えば僕あの異業種交流会に参加したことがあって、その時に、はい、まあ、ある声優さんがいたんですよ、はい、その声優さんのお友達が主催しているパーティーに僕は呼ばれたんですよね、はい、でこの声優さんすごいって前からメールで散々聞かされてたんですよ、うんうんうん、ね。でその人、僕声優は興味なかったんです、特に、はい、業界として、うん、でもすごいんだ、なんかいろんなことに出たり、なんとどことこなんとかと、うん、当日なんかちょっと来て来てって、博士なんとかこの人ですよって言って、うん、こんにちは、この人すごいんですよってこう言われてる一日は好きになりましたね。へ、そのなんだろうな、こういうのエディターって言ってるんだけど、さっき言ったあの、はい、宮明弘がね、うん、この人すごいのよ、どうできなくなっちゃった、この人すごいのよ、できないですよ、はい、うん、ちょっとあのおすぎが混じっちゃうんだよな、うん、というように、はい、そうすると最初の針が上になるじゃないですか、はい、そういう針方がいい。例えばミュージシャン好きになったら、そのなんか音楽プロデューサーの知り合いとか、なんかその辺のからですよ、うんうん、
あの例えばなんか僕の知り合いで重い病気になってる人がいて、はい、その人に、お医者さんを紹介す医者ってその自分誰かの紹介状書いてもらっていくよりも、うんうん、友達からの紹介の方が全然違うって言ったら怒られちゃうけど、うんうん、そんなことないっていいことになっちゃうけど、まあ、でも全然違うんですよ入りが、まあそうですね、加計学園とかもそうですよ、うんまあ、それ置いといて、うん、時事ネタ置いといて それはまず上の立場で、うんうん、できればね、うんうん、そして次は下心がバレないんですよ。でも下心もバレてたんですよね。いや、なんか下心はまあなかったかな、なかったっていうんですかね。いや、違うんだろっていうか、あれでしょ、自分が責められないように今、いやいやいや、だから私はもう自分が最悪だったなと今反省したんですよ。まあそこは詳しく突っ込まないけども、でもそこには大きなヒントがあると思ってる。おー、あ、まあでもそうですね、なんか私別に付き合うとか思ってなかったですだからそれが逆に良かったのかもしれないですね。本当？うん、じゃあ全く考えてなかったです。そういうことにしてもいいけど、うんまあ、そういうことにしちゃうと、してしまうとね、まあ、手に入りそうで入らない距離ですよね。ファンで、そうですね、なんかこう、なんかこう簡単に付き合えると思いきやそうでもないみたいなこと、うん、あ、そうですそうです。本当？ファンだったんですけど、別になんか男として好きとかじゃなくて、なんか、なんて言うんだろう、それは魅力的、それなんかそれ本当に本当にそうだったら魅力的。いや、本当にそうですよ、じゃなかったら結婚しないです。いや、いや男として魅力的だって。なんか別になんか見た目も良くないから、そのなんだろう、才能に惹かれたみたいな、なんかそれだったら、だってその僕のことを好きと言ってくださる女性たちいるわけじゃないですか、はいはい、その人としてね、はい、まあ、そう、著者として。そうですそうです。で、その人がなんだろう、でも全然手に入る気がしないわけですよ、はい、ね、なんでかっていうと、そういう目で見てないと分かってるから。はい、それが、うん、そんなに2回も近づいてきて、それがその例えばすごい好みだとしたら、はい、それは手に入りそうで入らない距離ですよ。おー、それは引きつけられる。まあでもそれに近いかもしれないですね。本当にいいですか、それで。うんうんうん、分かりました。じゃあそういうことにしましょう。じゃあ、まあ、とにかく下心がバレないですよ。これじゃあ私が、まあ、今回ギリギリ成功したのは、その下心がない。まだあるんです、でも。あ、その小鈴さんが当てはまってそうなこと。まだあります。コアっていうのを見つけることが大事なんですよ。コア。コアっていうのは、まあ、その旦那さんで言えば一番大事にしてるもの。自分のこだわりとかセンスとか、それを理解してくれてる人を好きになるんですよ、うんうん、特にモテてる人って表面的なことで近づいてくる人すごく多いんですよ、うんうん、医者だから好き、背が高いから好き、イケメンだから好き、あと学歴が高いから好き、モテてるから好きみたいな、うん、あの一流企業に勤めてるから好きみたいな、もっと矢継ぎ部屋に言いたいんですけど、うんまあ、それで近づいてくる人って中身見てないじゃんと思っちゃうんですよ。それで近づいてくるのは嬉しいけど、でもその人を好きになるのは怖いというか、なんか違うな、分かってないなみたいな、うん、一方でその人が、なんか醸し出すセンスが好きとか、しかもその人がこだわってるところですよ、うん、俺がこだわってるところを好きっていう、分かってるなっていう人を好きになるんですよ。ほら、これ当てはまる。それはもしかしたらそうかもしれないですね。違うね、これは番組が好きだったんで、うん、そう、あのちっちゃい、あれ今日はその虫がずっと邪魔し続けますよ、このでどっかのタイミングで博士のことパチンってやる。そうね、はい、目が悪いからな、前にするの、はい、そのこれよく博士がおっしゃってるじゃないですか。そうですね、そのお医者さんだからって言ってすごいですねって言ったら、そこ褒めポイントじゃないんだよみたいな。そう、それですよね。それです。だからその医者は優秀だから褒めてほしい人もいれば、人のために尽くすから褒めてほしい人もいるし、うんうん、あるいは何だろうな、医者のくせに遊び上手みたいな、はい、だからそういうのを褒めてほしい人もいる。そこを褒めろと、褒めてほしいところをね、うん、それです。これはね、すごくいいと思います。ありがとうございます。じゃあ、モテる人がいたら、その人のコアを見つけて、そこを褒めていこう。そうですね。ここですね。そう。はい。あとは、簡単にその下心というか、見せないと。そう、うん。で、なるべくだったら、上からちょっといけるぐらいの、そのエディターの存在を利用して、そうです。こう近づくということですね。そう、そうです、はい。はい。ありがとうございます。じゃあモテる人の攻略法っていうのは、まあ、男女これ一緒ですかね。今男性パターンから言ったんですけど、今言ったところは同じかな。女の人もでも同じような感じですかね。今女性向けに喋ったんですよ今。そうですね。ね、逆も、まあ、男性がモテるため。男性じゃなくてモテる女の子の攻略法っていうの。モテる女の攻略法か。はい、あ、そういう意味ではそうですね、はい、ちょっと待って、対等が少し上の立場はいいんじゃない。うんうん、下心がバレないんですよ。うん、大事ですね。そうね。ただね、男性が近づく場合って、はい、あの、なんだろうな、
2つやり方があって、もう下心丸出しでも行けたりするんですよね、はい、なんだろうな、もう好きだとか言いまくって、結婚したいとか言いまくると落ちたりするんですよね。女性ってなんか私だけを大切にしてくれる男性かもって思ったら落ちるんですよ。なんかちょっと前女優で会いましたね、なんか男性から死ぬほどの手紙が来て落ちたみたいな、付き合った、なんか女優さんでしたね、女優さん、そう、会いましたよね。ああいう風に、はい、なんだろう、女性って急にスイッチがこう好きに変わるんですよね。どうでもいいからバンって。でそのためにはだからストーカーを作っちゃうことになっちゃうけど、はい、そういうのは聞くんですよ。でも聞かないじゃんと思うかもしれないけど、はい、急に変わるんですよね。ゼロが100になるんですよね。最近さっきマウシュボッシュで話ちょっと変わりますよ、はい、全然主題と関係ない、はい、マウシュボッシュって使ったことあります？こうなんていうか、リステリンみたいな、あれってすっごい効く、すっごい辛いやつありますよね。あか全く辛いくないやつ、はい、あのどっちかじゃないですか。なんかいきなりだから何だろう、100かよみたいな、60% 欲しいなと思ったりするんですよ。あ、じゃあちょっとそれぐらい変わるんですよ。あ、なるほど。マウスウォッシュ、マウスウォッシュぐらい、もうゼロか100かみたいな。ガムか、で、ガムか、何シトリンでしたっけ、リステリン、リステリンかガムかか、GM ね、はゼロで100みたいな。リステリンって痛くないです？ピリピリしません？めちゃくちゃほっぺたの内側もうヒリヒリするんですよ。わかります。あの中間作れって思うんですよね。それがないのが女性ですね。博士よくおっしゃるじゃないですか、獅子王同士がカタンって、そうそうそう、傾くみたいな。その通りです。それが起こりやすいということですね。そうです、はい、わかりました。のでまあまあちょっとずつ違いますね。はい、じゃあちょっともう一個お伺いしたかったんですけど、はい、モテるっていうことに、その外見と内面どちらが大事っていう質問を書いたんですけど、うん、これさっきなんか一言で言えないっていうところに入っちゃってるんで、これちょっと省きましょうか、うん、省きましょうか。はい、はい、じゃあ最後、うん、私からこびればモテるっていうところはどういう、こびればモテる、こびるってどういうことですか？なんか今なんかそのおっしゃってたじゃないですか、うん、こうなんていうのかな、こびる、なんかこう好きです好きですって言えば女は落ちるけど、うん、男は落ちないんですかね、うん、逆にその好き、ああそうですね、こびるっていうのはなかなか面白くて、うんうん、本当はこびる人間ってモテない人間なんですよね。へ、モテたらこびないっていう、わかります？あ、なるほど。だって価値が高い女性ってこびないですよね。例えばなんだろう、もう僕の例えば大体全部10年前になるんですけど、はい、木村カエラとか、はい、中島美嘉とかってこびてないもんね。あ、なんだろう、もともとモテちゃうんで、むしろ唇を黒くするぞみたいな。わかります？なんか髪の毛バッツリにして、はいはい、なんかなんだろうな、よし、なんだろう、恵子じゃなくて、なんだっけ、星野純子みたいな、あ、奇抜な格好して、格好し、あれはモテる子だからこそできてますよね。そうですね。じゃあ AKB とかの一部はこびてますよね、はい、こびてる人たちがいますよね。そうです、モテようとしてるっていうか、なんか博士よくおっしゃってるじゃないですか、はい、その服とかもメッセージを発してるみたいな、うん、そうですね。で男性に受けそう なんかファッションとかあるじゃないですか、うん、ありますね、花柄とか、うん、こう、まあ、ふわっとしたスカートとか、はい、ブラウスとか、はい、清掃系、ワンピースとかね、そうそうそう、うん、そういうのを例えばじゃあ無理やり着たらモテるのかっていう話です。それはこびるですか？もう捕まえてもいいですよ。結構ゆっくり飛んでますから、ね、ゆっくり飛んでます。でそれはどうなんですかっていう、なんか実際それをしたらそれってこびてるのかっていうね。僕思うのが、じゃあ男性が女性の喜ぶ店をいっぱい知っている、うん、おしゃべりが面白い、はいはい、なんか奥の席に座らせてくれるとか、そういうのってこびてるのかっていうね。まあなんかちょっとこびちゃってるんじゃないですか。こびてる、だとしたらそれはね、こびてるというよりも、うん、その自分のサービスの質を上げてるんですよ。おお、なるほど。じゃあサービスの質とそのこびるとは違う。違うと僕は思ってる。なぜかというと、最終的に自分が得するわけだし、しかもその選べる男性が増えるわけですよ。はい。だからなんだろう、男性こびてるってことは、私を選んでくださいみたいなことなんですけど、はい、になるじゃないですか。はい、でもそのサービスを高めると、はい、私が選ぶ立場に変わるんですよね。だから本当は媚びてない。で、まあその木村カエラとかその中島美嘉とかがモテる理由って多分見た目なんですよね。はい、見た目のサービスが著しく高いんで、うんうん、他で媚びなくても大丈夫っていうね。うんうんうん、じゃあその他の、まあ、一般の女性たちはサービスを向上させていて、うんうん、男性たちを媚びさせてるっていう。
だからその AKB の方々も古いですよ、 AKB 例えるのもね、もう使い古されてますよ。でも AKB の方たちが楽しくラジオでおしゃべりしたりとか、はいはい、あるいはなんかファッションとかをね女の子っぽくすることで、はい、多量の男たちがこびてきてるわけですよ。おお。ちなみにこれを僕はその「Vogue」っていう、あんまり、あ、まあいいや、もう言っちゃったからいいけどって書いたら炎上しましたけどね。Vogue って本当に Vogue で書いちゃダメで、ダメなんですよ。で Vogue の人もこれはやばいんじゃないですかって言ってきたけど、構う文解と書いたら炎上しましたね。まあそれは置いといて、だから僕なんて絶対男に媚びないわけですよ、ね、お前が媚びてこいみたいな、はい、はい、そうだと思います。うん、で、はい、だとしたらそれは気にしなくていいんだけど、はい、なんだろうな、そう、男の人を好きになるような女性に変わると男たちは媚びてくる、うんうん、その男の人が好きになるサービスに変えることを媚びるっていうとしたら、まあ、それしょうがない、それそうです、そうですね、うん、うん、だってお店やるときもね、なんかなんだっけ、あ、僕が行ってるラーメン屋があって、はい、最近できたラーメン屋さんね、はい、あの水がレモン水なんですよ、わかります？レモンの、いや美味しくないんですよ、あのレモンの香りがする水ってあるじゃん、はい、なんか香りが入ってるんですか、レモンの香りがついている、香りがついている、レモンが入ってるってもいいや、なんかだからそれが嫌なんですよ、ラーメン食べてるのになんでレモンの味がするんだっていう、いらないよラーメン、普通の水でいいよ、うんうん、でそのじゃあ翌週とかに水になってたとしたらそれこびてるのかっていうね、そのラーメン屋さんはみんなが喜ぶラーメンを作ってる、ラーメンの価値を高めるためにやってるわけで、はい、こびてるっていうのかな、いや難しい話ですね、大丈夫です、はい、じゃあ服装とか例えばそれをちょっと男系に寄せるっていうことはこびじゃないってことですね、こびとは思わない僕はね、うん、なんかあのそれによって、うん、あと映画とかで、うん、なんかあの、なんだろうな、まあこれもよく言ってるけど、はい、単館系の映画ってあるじゃないですか、はいはい、あのフランスなんとか映画とかさ、はい、でその監督がハリウッドでなんか映画撮るとすごい人気が出たりするじゃん、ハリウッドかみたいな、分かりやすくなるっていう、そうです、ね、それこびてんのかっていうね、うんうんうん、じゃあ、はい、なんかその女の人からしたら、うん、そのなんかこうモテ系ファッションとかで急にシフトしたりとか、はい、ちょっとなんか喋り方とかを可愛くしたいとかっていうのを、はいはい、うん、なんかちょっとあいつすげえなんかこびてるなっていうふうに思われるけど、そうじゃないんだよと、そうかも、逆に選択肢を増やしてると、はい、そうそうそう、いうことでいいんですね、選択肢をしてる、いやそうね、それでいいよ、それでいいです、大丈夫ですか、そうそうそう、いやそれもう一つ思うのは一回モテてみろと、おお、一回もそれに変えてね、変えてモテてみなさいと、モテないくていろいろ言ってるやつがバカみたいに見えてくるぞって言ったらまた炎上するけど、うーん、まあまあまあそうですよね、そうなんですよね、うん、なんかそのモテ系のファッションしてるとかいう人を叩く前に一回自分もワンピース着てみようみたいな、そういうことですね、まあ本当はね、はい、あのそれで言うと本当はいろいろあるんですけどね、はい、またちょっと少しだけ外れると、はい、別にワンピースがモテるっていうのはとか、まあ、その花柄がモテるっていうのは、うん、大衆の一、しかも一部の、はい、うんと、なんか察する能力が低いっていう、これから話が出てくるかもしれないけど、人たち向けのものなんですよね、もう分かりやすい感じというか、そうでもなんか自分がモテたい人たちにピンポイントでモテるファッションってまた違ったりするんですよね、あ、まあまあそうですよね、うん、こう刈り上げてピアスだらけでもそっちがその一部の人には、そうなんです、かっこいいってパクチーがうまいみたいな感じですよそうですね、そう、はい、だから、まあそういうことあります、はい、じゃあ一応私からのご質問は以上に、はい、ありますが、続きまして、はい、お手の質問ね、私から、はい、読ませていただいてよろしいですか、お、ありがたい、はい、皆さんの SNS に書き込みをしていただきました方のご質問コーナー、あります、参りたいと思います、はい、じゃあまずはるかさん、はい、ありがとうございます。あります。はるかさん、モテに関する質問させてください。男性にはセックス至上主義と非セックス至上主義、女性には恋愛至上主義と非恋愛至上主義がありますが、これらの違いを要因としてどんなことが考えられるのでしょうか。うん、例えば容姿に恵まれておらずモテに限界があって途中で諦める人もいれば、同じような容姿でも、諦めずにモテに固執し続ける人もいます、うん、反対に容姿はそれなりにいいのでセンスやテクニックを磨けばモテるようになりそうなのに、モテに固執しない人もいます、うん、でモテに固執するかしないかの違いはどこから生まれているのか教えていただきたいです、ということです、これはどう思います、ちょっと聞いてもいいですか、うん、なんか私コメントしたんですけどあ、しましたね、まあ、確かにそのいますよね、そういう人、なんかもう結婚しててもまだ
モテたいと思ってる人もいるじゃないですか。いますいますね。じゃあ言いましょうか。はい、博士の、僕その恋愛って、はい、麻薬にすごい近いと思ってるんですよね。へえ、まあ、むしろ麻薬の方が、はい、あの人間が作ったものというか、はい、そのもともとは恋愛にかなり似てると思ってて、はい、それ3つあると僕は思ってる。3つある、まあ、予習してきたんですけど、はい、うん、1つは遺伝的なものです。うん、そう思う。あの人種、ある人種はすごく性欲が強かったりとかね、まあ、だからあるそのすごく性欲が強い、あるいは麻薬で言ったら麻薬にはまりやすい人がいるんですよ。欲求が強い人、それは性欲だけが強い人もいれば、あらゆる欲、出世欲とか、自己顕示欲とか承認欲求とか、さまざまなものがめちゃめちゃ強い人たちがいる、はい、そういう人たちが、まあ、セックス至上主義とか恋愛至上主義になりやすい。一方でそういうの全くない人がいるんですよ。何に対しても欲求がない人がいる、はいはい、これも、ね、心理学とかでよく言われてることなんですけどね。うん、はい、個人差があるというか、ある、もう生まれつきだっていうね。で二つ目は、はい、あの子供の頃手に入らなくて、はい、仕方がなかったものが急に解禁みたいになると、はい、あの性的欲求、まあ、恋愛至上主義とかセクシー至上主義になりやすい。うん、例えば全然モテなかったやつが、はい、急に大学入ってモテるとか、急に何だろう、何だろう、何だろう、IT 社長になってモテるとかね。うん、あるいは男子校だったのが急に共学になったとか、うん、あるいは親がすごく厳しかったのが急に自由になったとか、うん、そうするとなんか急に麻薬解禁なんですよ。うん、ちょっとずつ麻薬に触れてたら、まあ、あまり麻薬に例えばどうかと思うけど、うん、そんなハマらないんだけど、ガーツーンってハマることがある。それが2つ目。はい、質問ありますか？大丈夫です。はい、で3つ目が、はい、報酬感受性みたいなのがある。報酬の感受性、うん、なんかこう一度素晴らしい恋愛をしてしまったとか、うん、最初にモテた時の感覚がめちゃめちゃ楽しかったとか、はい、そういう報酬をガツンと受けると、はい、それにハマる、この3つでセックス至上主義とか恋愛至上主義ができると思ってる。うん、これは別にどれか1個だけの人もいる、うん、性欲がもともと強すぎる人とかね、うん、なんかパチンコとか、なんかそういう掛け事とかも、うん、その3つだと思う、うん、麻薬系ですよ。次はるかさん、分かってましたでしょうか？はい、はい、反応があったらいつでも、まあ、生まれつきなのか、あとはその突然っていうんですかね、そう、急に解禁ですよね。急に恋愛解禁ですよ、急にあとはその報酬というか、その、まあ、ハッピーになったとか、そういう心が動いたっていうのが、そう、そうね、そうそう、そういうこと、ハッピーな、強い方っていうことですかね。そうです、はい、急に、だからなんだろうな、だからパチンコで最初になんか20万ぐらい買っちゃったとかね、それと似てますね。そういう体験を過去にされた方が、そうそう、こういった状態になりやすいと。そう、あるいはそういうちょっと買っただけでめちゃめちゃ感じる人もいるんですよ、報酬が。ああ、そうですね、1万買っただけでもすげえ買ったと思う人もいますもん。そういうことです。はい、ありがとうございます。じゃあ次、西条愛さんからいただきました、はい、そうなんです。はじめまして、ありがとうございます、はい、あります、はい、ゆるふわ番組初回から拝見しますと、ありがとうございます、はい、あります、ありがたいお言葉をいただきます。ちょっとはしょりますか。はしょりますね、はい、はい、ですね、女性もまたちょっとこれセックス至上主義や女子高系っていう、まあ、いろいろ分類が、ずっと見てる人しかわからない話ですよねちょっとこれ突然見た人何のこっちゃって思うかもしれない。セックス至上主義っていうのは、はい、まあ、男性の場合は、はい、モテることとか、あるいは女性と体の関係を持つこととか、はい、そういうことを、まあ、人生の一番に一番重要なことみたいに考えてる人たちがいるんですよね、はい、まあ、そういう性質というか、はい、それをセックス至上主義と呼んでいて、はい、で女性の場合は実はセックス至上主義っていうのはあまりいなくて、はい、恋愛至上主義なんですよね、はるかさんがおっしゃってるように。そうですね、なんだろう、恋愛をせずにはいられないみたいな、あ、そういう人たちのことを恋愛至上主義って呼んでいて、はい、あるいはこの女子高系女子とか男子高系男子っていうのは、はい、女子高系女子の場合は、うん、男性を異性として感じてる人、うん、一方で女子高共学系の女子っていうのは、うん、男性を異性として感じずに仲間みたいに思ってる、うん、っていうような人を分けてるんですよね、はい、まあ、なんと分類できると伺ったのですがと、はい、どうぞ。これ付き合いたいと彼女にしたい、これ同じことですかね、うんうん、付き合いたい彼女にしたいという感じのモテる女性はどういった女性なんでしょうかと。なるほど。で、私は自分のことをセックス至上主義で女子高系女子、はい、だから恋愛に
まあ、セックス中心主義って多分恋愛なんでしょうね、まあ、恋愛せずにいられなくて、そうですね、で男性異性として見ていて、はい、こう察する能力が高いっていうのは、はい、なんだろうな、男性のことを、はい、なんだろう、人が何をするかを先もって考えちゃう人たちですね。例えばなんかここ寒いな、例えば今ピーポーピーポーってなってたら、これがみんな聞こえるんじゃないかな、この放送大丈夫かなと思っちゃうのが察する能力が高い人ね。そこまで考えてあえて言わないも含めてね、察する能力が低い人は、はい、まあ、あ今鳴ってるとか思わず言っちゃったりとか、はい、あるいはそれに気づかなかったりとか、ちょっとかえって分かりにくい例えになりましたけども、まあでもそのよく博士が芸人さんで言うと松本人志とか、はい、そう、察する能力が高い、そうです、ね、空気読めちゃう、空気読んで、はい、こう面白おかしくしたりとか、そうそうそう、タイプの人間ってことですよね。そうですね、はい、それが西条愛さんですね。はい、はい、で、まあ、察する能力が高く、おせおせアピールを、おせおせのアピールをする人間だと思う。自分から押せ押せなんだ。あれなんですかね、なんか結構積極的に。そうですね、だから電車で好きな人がいたら名刺渡しちゃうみたいな。そこまでかどうかは、そういう人いますよね。多分西条愛さんはそういうタイプなんでしょうね。まあでもそうなんでしょうね、うん、はい、まあ、とにかく好きな人いたら割と積極的にアプローチをされる方と、そうですね、いうことだそうです。はい、で、そしたら過去にモテた記憶があるとするなら、既婚者ばかりで愛人としてモテていました。何この大きな告白。愛人としてモテていましたってどういうこと。まあ、いや、あまり聞かないでいこう。こういうのは聞かないで、その後ご自身で租税じゃなくて過去笑いということで突っ込んでいただいてますが、はい、で、ここが多分ポイントなんですけど、純粋に付き合いたいモテる女性はイメージだと私とは真逆な感じがするんですけど、どうなんでしょうか、教えてくださいということなんですが、はいはい、なんか私が書いたのが、うん、別になんか、ね、女子高系でも察する能力が高くて、うん、まあ、積極的なアプローチできる女性って別になんか私からしたら魅力的な気がするんですけど、うん、ラビさんも積極的ですもんね。私積極的ですかね。だってその、はい、今の旦那さんに自分から会いたいって2回会いに行ってるんですよ。ああ、いやいや、会いに行ってるっていうか、まあそうですね、連絡したりはしてる、ね、そうですね、はい、積極的、まあそうですね、ですね、うん、まあ積極的じゃないとは言えないかな。はい、でも私おせおせのアピールをするはしてない、はしてないかな。ああ、なるほど。でも女子高系女子ですね、私も。ああ、でしょ。はい、だって実際女子高なんです、ずっと大学も女子大で。急に解禁パターンだ。いやー、 OK、 なんでもない。私でもアメリカで育ってるか、育ってるとか出たから、あ、そうか、ちょっと違う。ああ、じゃあもう麻薬にいる。麻薬に。でも本当ね、モテないアジア人は。ああ、本当、アジア人女性はモテるんじゃないの。アジア人男性はモテないのは分かるけど、アジア人モテないか、私がモテなかった。そんなことない、まあ、それ置いといて、その辺の、ね、そんなことない、そんなことあるの、あの、モテないですよ、モテなかったんで、別に解禁とかないですよ。ないですね、まあ解禁の話置いとき、すいません、僕が自分で出しましたけども。じゃあ、その、はい、これ、さっきお話に出た市場とかとちょっと絡んでくるのかなって私思ったんですよね。そうですね、場所によって違う、例えば合コンパーティーで一瞬の魅力が大事だったりするところ、外見が大事だったりするところではモテるんじゃないですかね。そもそも既婚者とかにはモテるんですよ、誰でも。誰でもって言うと言い過ぎだけど、既婚者なんてちょっと体の向きがモテればいいぐらいの人たちがアプローチしてくるんで、既婚者からのアプローチって、はい、まあ、なんだろうな、性的な魅力、見た目とか可愛かったりとか、はい、すればすぐに来ますやつらは。既婚者の一部ですよ。でも博士もそれに当てはまるじゃないですか。そう、当てはまる。違う、そうじゃなくて、はい、あの既婚者、いや違う、僕思うのはセックス至上主義っていう男性のグループは、はい、まあ、9歳ぐらいから、はい、10歳より1個前ね、9歳からもう68歳、74歳までいるんですよ、はい、ここ加藤ちゃんね。だから加藤ちゃんね、うん、大体、うん、だからもう何でしょう、ずっといるんですよ、ね、で結婚してからといって、はい、非セックス至上主義にならない人もいっぱいいるわけです。そいつらはアプローチするわけですよ。だから何だろう、その人がたまたま既婚者なんだ。で、じゃあ何、彼らは別に奥さんもいるわけですよ、はい、だとしたらそれ以上の人格は必要ないんですよ、うん、パートナーとしての魅力も必要なければ、はい、結婚相手としての魅力も必要ないんです。だとしたらもうそんな魅力のない人でも、うん、性的な魅力さえあればアプローチしてくるっていうのが既婚者なんです。そうなんですね。だから西条愛さんはもしかしたらパートナーとしての魅力がないってこと。まあそれか特筆して性的な魅力